トヨタ自動車には現場が率先して改善していくといった風潮がありますので、デジタル側でも同じように改善を続けていきたいといった思いでやっています。今回 Google クラウドを使って実現したのが、内製の AI を誰もがワンクリックで作れるというのをコンセプトに AI プラットフォームというものを作りました。今回のアプリケーションは一番初めは小さくスタートさせたんですけれども、ユーザー数の増加に伴って計算リソーセスの増大が必要になりました。オンプレミスをベースとしてさらにクラウド側にスケールしていくといった形で、オンプレ側はアンソス、クラウド側は GKE を使ってハイブリッドクラウドを実現いたしました。専門知識を持たずに AI の学習モデルが作れるといったところを売りにしておりまして、 UI デザインにおいてかなりこだわりました。特に現場で使われる方は普段 PC 操作をしないような方もいらっしゃいますので、2週間に1度レビュー会を行ってまして、ユーザーの方から直に使い勝手だとかどういう表現がいいのかといったところを聞き入れながら開発を進めています。私が所属している部署ではバックドアと呼ばれる部分を製造しております。そこではリアウィンドウの接着にウレタンというものを使っておりまして、そのウレタンが塗布された状態が正常か異常かというものをカメラで撮って判定する、その判定のところに AI プラットフォームを活用させてもらいました。今まで2人で品質の確認を行っていたんですが、それが1人に任せられる、あとは AI が補助してくれるということなので、抜けたもう1人はまた違う作業に入ってもらって、もっと生産性の高い質の高い仕事をしてもらっています。100年に一度の大変革期といわれる自動車業界において、今後少子高齢化の問題から労働者が減っていくといったところで、今までのようなその人に頼った働き方ではなくて、本当に人がやらなければいけないところはどこなのかといったところを見つめて、新しいものづくりにチャレンジしていきたいというふうに考えています。